回終了した、長崎駅からスタートします。前回までの動画を見ていない方は概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからどうぞ。長崎駅の近くにある、ホテルに荷物を置いてきた私たちは、長崎駅ウォッチングをするため、入場券を買って、再び長崎駅の3番ホームにやってきました。本当はもう少し早い時間帯で長崎駅ウォッチングをしたかったのだが、メガネ橋の近くにある家電量販店で新しいイヤホンを買いに行ったり、隣接しているアニャプラザの中にある回転寿司でお寿司を食べたりしていたぜ。それにしても、あそこの寿司屋はうまかったな。そして、これから長崎駅ウォッチングをするということで、長崎駅の時刻表を見ると、昼間でも、特急カモメと、区間快速シーサイドライナーと、急線を走る長与経由の普通電車が毎時1本ずつ設定されていることがわかります。普通電車も新線を走る一部の経由と、急線を走る長与経由の2種類あるが、案外新線を走る一部の経由の普通電車の本数は少ないんだな。ちなみに、特急カモネと、快速シーサイドライナー、区間快速シーサイドライナーは、新線を走るぜ。車庫から、普通電車一部の経由、ゆえ行きが来ました。長崎ではめったに見れない、415系での運転ですね。実はこの電車、定刻だと20時6分発の電車なのですが、私たちが長崎駅に着いたのとほぼ同時刻に、長崎本線内で人身事故があり、運転を見合わせていたそうです。当該の車両はわからないが、確実に私たちが乗った、特急カモメ23号の1本後となる、特急カモメ25号に乗ってたら、確実に人身事故に巻き込まれていたんだな。ちなみに、現在では運転は再開していますが、やはり多少の遅延は残ってるみたいです。415系が入ってきて約5分。今度は5番線に何か列車が来るみたいです。時刻表だと何も書いていないから、おそらく長崎駅止まりの、特急カモメか何かが来るんだろうな。ちょっと待って。え？マジで？霊夢どうした？ 787 系だろ。待って。どうやらいの来た？てっちゃんもどうした？そんなに興奮してって、え？マジで？こいつってもしかして？うん、そうだよマリサ。こいつはもしかしなくても。7つ星九州が来たー。まさかここで、JR 九州の情報格ルーズトレインの7つ星九州まで会えるとはな。てっきり、福岡の車庫か、熊本の方に行ってるのかと思ったぜ。ちなみに、この列車を設計したのも、未公開時点での時代だぜ。通りで、さっきから、JR 九州の職員が多いように感じてたぜ。この列車はこの後、プラガミ寄りにある車庫に入り、機関車の付け替え作業があるみたいです。それまではしばらくこの駅にいるみたいなので、余すことなく、撮影していきたいと思います。それにしても、外観を見るだけで、わかるこの重厚感。かなり高級感のある列車だということがわかるぜ。ここで、七つ星新九州について、簡単に紹介します。七つ星新九州は、2013年に運行を開始した、JR では初となる豪華クルーズトレインです。牽引している機関車は、北海道地区ではよく見かける、DF200 型の7000番台で、客車は、77系客車となっています。どちらもこの列車のみしか作られていない。一点物の車両になるので、必然的にトプナンとなりますが、見れたらラッキーです。客車の77系の方だが、1号車が前77の7001番で、ラウンジカー、ジュピターとなってるぜ。2号車は、マシク77の7002番で、ダイニングカー、ブルームーンとなっているぜ。3号車から6号車は、マイネ77の7003、7004、7005、7006で、レーシンダイノシート。一番後ろの7号車は、マイネフ77の7007番で、レーシンダイノスイートと、デラックススイートの2種類あるぜ。ちなみに、電源車は1号車と2号車にあるぜ。運転区間ですが、1泊2日のコースと、3泊4日のコースの2つに分かれています。3泊4日のコースは、博多から門司港に向かい、大分や湯布院、別府、阿蘇、宮崎などを回り、博多に戻ってくるコースとなっています。ちなみに、11月からは、3日目からのコースを、南宮崎から、鹿児島中央に向かい、小江札オレンジ鉄道を経由して、博多に戻るコースに変わるそうです。一方、1泊2日のコースは博多駅から、佐世保線、大村線周りで長崎へ。そこから長崎本線で鳥栖まで戻り、熊本から豊肥本線で大分。大分から九大本線を経由して、博多に戻ってくるルートだそうです。今回は、1泊2日のコースに遭遇したということになります。料金も、かなり高く、1泊2日のコースだと、1人当たりの値段が18万円。
3泊4日だと70万円もするみたいだな。しかも服装は、男性だとスーツやタキシード。女性でも、スーツやワンピースといった高級な服を着ないと乗れないらしいぜ。これはてっちゃんもなかなか乗れないだろうな。そうだね。チャンネル登録者数が100万人突破しない限り厳しいだろうな。隣には、817K の階層が止まっていました。前回の動画で、この817系にはかなり面白い特徴があると言っていましたが、実はこの列車、走ってる地区によって、色やステッカーが違います。817系は宮崎地区、福岡地区、福北豊線、長崎地区、熊本地区で走っています。基本的に817系は2両編成ですが、福岡地区の817系のみ3両編成で主に鹿児島本線で走っています。そして、福北豊線の817系は2両編成ですが、車体の色が福岡地区の817系と同様、白色の車体となっています。一方、その他の地区はシルバーで運転席の後ろにあるステッカーの色が違うだけとなっています。南宮崎地区は青、熊本地区は緑、長崎地区はオレンジとなっています。ちなみに、南宮崎地区の817系はいくつかの編成で、ロングシートに改造されたそうです。そんな817系ですが、基本的に別の地区で走っている編成での連結はないのですが、1日1往復のみ、鳥栖から博多間で、熊本地区の817系と、長崎駅地区の817系が連結して走ります。いつか乗ってみたいものです。813系も沼があるが、817系もかなり沼があるな。そして、夏、戊辰九州に気を取られてて、すっかり取るのを忘れていましたが、長崎駅の北側には、車庫があります。手前には、4本もイカ釣り漁船がいますね。てか夜だと、テールライトが少し怖いな。7つ戊辰九州のエンブレムです。やはりゴールドのエンブレムを見ると、かなり高級感がありますね。2番線に、長崎止まりの普通電車がやってきました。この電車は、新線の一部の経由でやってきた電車だと思います。車両は、長崎地区用の817系でした。この電車はこの後、観光電車として、車庫に入ります。続いて、先頭車両についている機関車を見ていきましょう。この機関車は、DF200 型の7000番台というディーゼル機関車です。DF200 型機関車といえば、JR 貨物でもレッド・ベアーという愛称で、北海道地区や名古屋地区でも活躍しています。そんな、DF200 型で、唯一 JR 九州が保有かつ、ただ一脚車を牽引する機関車がこの DF200 型の7000番台となるわけです。それにしても、機関車まで、黒の車体に、ゴールドのロゴやエンブレムにするとはな。ちなみに、この機関車が故障や点検などで離脱した時は、DE10 型機関車が牽引することになるぜ。また、急勾配を走行する区間を通る時も、DF200 型ディーゼル機関車の前に、DE10 型機関車を連結することもあるみたいだな。3番線に、長崎止まりの特急かもめ37号が帰ってきました。この列車は折り返し、20時46分発の特急かもめ46号博多駅となります。車両は白いカモメこと885系でした。編成を確認したら、885系のトップナンバーの SM1 編成でした。つまり、レア車の後の特難編成に遭遇というやつが完成したということになります。反対のホームに来てみました。なんと、トップナンバーの編成同士が並びました。今回の旅で、九州に上陸してから一度も、トップナンバーの編成に遭遇することはなかったのですが、まさかの長崎駅で、一点ものの、7つ戊辰九州と、885系のトップナンが並ぶという奇跡が起きました。この後、7つ戊辰九州は、機関車の付け替え作業のため、北側にある車庫へ入っていったのですが、スマホの充電がなくなりかけていたので、取るのを諦めて、ホテルに向かいました。あれから、1時間後、ホテルでスマホの充電と、シャワーを浴びて、再び長崎駅の3番線へやってきました。これからさっき、機関車付け替え作業をしに、長崎駅の北側にある車庫に入った、7つ戊辰九州が、再び長崎駅に入ってくるので、それの撮影をしていきたいと思います。そして、7つ戊辰九州が長崎駅に入って、すぐに出る、普通電車諫早駅に乗って、隣の浦上駅まで行き、そこで、7つ戊辰九州の通過シーンを撮る計画です。ちなみに、マリサですが、枯れたから今日はもう寝るぜ。と言って、ホテルから出てこなかったので、ここからは私一人で、実況していきます。
というわけで、電光掲示板を見ると、一番上に寝台特急と水機の表示がありますね。発車は22時30分発ですね。それにしても、電光掲示板に寝台特急の表示が出ると、なんか懐かしく感じますね。2番線から、普通列車、一ヌの経由の排気行きが発車しました。一ヌの経由の普通電車は、ほぼすべてが電車での運転ですが、東京都心やに、排気ヌの経由を走る大村線直通の普通列車があり、長崎駅発の場合、22時4分発の排気行きが普通列車で唯一、機動車の YC1 系での運転となります。そして、5番線には、長崎駅止まりの特急かもね41号が入ってきました。この列車、定刻だと21時59分にこの長崎駅に到着する予定となっていたのですが、夕方に発生した長崎本線内での人身事故の影響で、約20分ほど遅れて長崎駅に到着しました。そして、さっき駅員さんに七つ星in九州が入ってくる時刻を聞くと、定刻だと22時18分に入ってくるとのことだったので、この時点で遅延確定となりました。私の予想だと、今入ってきた長崎止まりの特急かもね41号が車内点検を終えて車庫に引き上げた後の入線となるので、だいたい10分遅れの22時30分頃に長崎駅の大番線に入ってくると思います。なので、間もなく発車の22時20分発の普通電車肥前山口行きに乗らずに、後続の22時34分発の普通列車竹松駅に乗ることにします。特急かもね41号が車庫に引き上げてから約5分。機関車の付け替え作業のため、車庫に入っていた七つ星in九州が、再び長崎駅の5番線にやってきました。現在の時刻は、22時28分頃。定刻だと、あと2分で長崎駅を発車することになっているのですが、到底入れ替え作業をしてわずか2分で発車することはできないので、確実に遅延確定となります。ちなみに、時刻表だとこの列車が発車した直後の22時32分に、今2番線に止まっている普通列車、長与経由の竹松駅が発車することになっています。しかし、JR 九州は何を思ったのか、先にな、夏、星in九州を発車させるようです。つまり、定刻22時32分発の普通列車、長与経由の竹松駅の発車も5分ほど遅れることが確定し、私も隣の浦上駅に行くことがなくなりました。おそらく、これ以上、七つ星が遅れると、他の線区にも影響するため、なるべく遅延時間を増やすまいと、遅れている、夏、星in九州が先に発車させるのだと思い出す。まあ、長野経由の竹松駅は途中の伊佐早で3分ほど停車時間があるので、少し遅れても大丈夫だと見込んだのでしょう。なので、私も本来なら、浦上駅でこの列車の通過シーンを撮る予定でしたが、予定を変更して長崎駅で見送ることにしました。22時35分、定刻より5分ほど遅れて、七つ星in九州は、鳥栖駅に向けて発車していきました。やはり客車列車なので、衝撃を減らすまいと、発車の際もかなりゆっくりですね。本当ならこの時点で、今回の動画は終わりたいところなんですが、実は私、今回は入場券ではなく、浦上駅までの切符を買っています。なので、ここからは隣の浦上駅まで路面電車と JR、どちらがいいかという検証動画をしていきたいと思います。というわけで、浦上駅に到着。ここから、近くにある、長崎市電の浦上駅前まで歩き、長崎市電で長崎駅に戻りたいところですが、ちょうど長崎行きの特急かもめが間もなくやってくるので、それの発車を見届けてから、向かいたいと思います。一番線から長崎行きの特急かもめ45号が発車していきました。885系の白いかもめですね。それでは、長崎市電に乗るため、改札の外に出たいと思います。ちなみに、長崎本線は、浦上から長崎間は、長崎市電と並行しています。料金は、JR が170円、長崎市電は130円となっています。それでは、改札の外に出たいと思います。皆さんの思ってること言いましょう。なんで、浦上駅の JR ホームにいるのかということなんですが、担当直入に言います。路面電車に乗り遅れました。言い訳という名の説明をさせてください。実は、あの後、浦上駅前から出る路面電車の時刻を調べました。すると、長崎駅前方面に向かう路面電車の最終が、なんと、
先ほど見た特急かもめ45号長崎行きが発車したわずか5分後の23時3分発だったのです。反対の赤坂行きはまだ1時間ほどあったので、てっきり長崎駅に戻る路面電車もまだいくつかあると思い込んでいました。やはり行く前にきちんと最終の時刻を調べておくべきでしたね。行ってしまったものは仕方ないので、再び長崎駅までの170円分の切符を購入して、ちょうど止まっていた3両編成の長崎行きに乗って長崎駅まで戻ってきました。ここで私は思いました。一体何をしに浦上まで行ったのだろうと。まあ浦上駅で特急かもめの撮影をしたかったという言い訳をしておきましょうか。ちなみに今回乗ってきた3両編成の IC1 系ですが、なんと編体連結をしている編成だったんですよね。編体連結といえば機動車特急でよく見かけたりしますが、最新の普通型機動車の編体連結はあまり見かけないように思います。ちなみに YC1 系は2両で1編成が基本となっているのですが、3両目につながれている車両は増結用として使われているそうです。そのため番台区分も1000番台となっているそうです。というわけで今回の動画はここまでとなります。次回からは2日目の動画となります。2日目はまず長崎観光をした後、長諫本線の急線経由で諫早へ、諫早からは大村線のシーサイドライナーに乗り佐世保駅を目指します。それではご視聴ありがとうございました。